書館？私たちどうして図書館にいるのでしょう。ふんふん、苦心し探した我が宿敵よ。無意で軟弱な公女とはあなたのことかしら。バカバカしい、私に勝てると思っているの？先ほどあなたからにじみ出た恐怖と気の迷い、私にははっきりと見えていたわよ。フィッシュルがもう一人いるぞ。あれってお前の影か？影？ええ、確かにそういう関係ね。負けを認めに来たのかしら？エミちゃん？あなた、そこの夜ガラスはオズよね。よろしい、私も長いこと待っていたの。オズという大書記官が聖国の栄章を夕夜浄土に持ち込んだと聞いたわ。おそらくあなたのことよね。恐縮です、お嬢様。なんであいつのことをお嬢様って呼ぶんだよ。ご覧の通り、あの方もお嬢様です。お嬢様である以上、私のご主人様でもあります。違いますか？筋は通っておるな。夕夜浄土とは、一度入れば二度と戻れない場所。ここに来たということは、私の支配を受け霊属するということよ。オズに至っては、私を不快にさせる予言書を持ち込み、愚かな神家たちにその茶番を信じさせた。とはいえ、オズであることに変わりはない。私のそばに来なさい。フィッシュルはオズと組まないと。お嬢様からそのように認めていただき、恐悦至極です。それではお言葉通り、そちらへ。オズ、どこへ行くの？向こうへ行っちゃいましたよ、フィッシュル。あなたが飼っていたカラスですよね。今は私を非難してる場合じゃないでしょ。オズ、何を惑わされているの？彼女の言葉を信じないで。夕夜浄土は自由と演劇の聖地でしょ。大間違いよ。夕夜浄土はそんな遊園地のような場所ではないわ。いい？ここは現実を直視できない人のための墓場なの。あなたはここに埋葬される。そして私は共に作り上げた想像上のオズと一緒に永遠に王城で暮らすの。墓場？あなたが一番知っているはずよ。なぜ夕夜浄土に雨が降っているのか、なぜこの楽土には本物の歌声がないのかを。あなたよ、全部あなたのせい。おかしいわね。つまりあなたのせいでしょ、エミちゃん。これほど壮大で虚構に満ちた王国を想像しておいて、結局は耐えられないのね。自分が想像したものに動揺して、いくら逃げようとも自分を変えられないなんて。あなたがここに溶け込めないから、私が降臨してその代わりを務めるの。夕夜浄土はもはや私のもの。あなたに指図する権利なんてないわ。私は、エミちゃん、あなたは軟弱な愚か者。この世界を支配するのにふさわしくないわ。出て行きなさい。おい、いい加減にしろ。見事に自分に罵倒されているようですね。あなた、ずっとこの件で悩んでいたのでしょう。マナ、何ですか、その顔は。私、まさか負けを認めるわけじゃないですよね。
認めたくないけど、彼女の言う通りかもしれない。いや、考えを整理するでござる。皇女殿下、なぜここへ来たのか覚えておるか？カズハ、あの剣客でお主の安全を守るために。そしてここにいる皆はお主の呼びかけに応じてやってきたものでござる。自分の墓場を持つっていうのもなかなかクールな。シーン、へえ、友達ができたようね。でもそれで私に勝てるの？私はあなたにとっての恐怖と闇であり、長年逃れられなかった悪夢。私を前にあなたは何もできない。違う、まだ負けてない。私こそ真の勝者よ。絶対にあなたを後悔させてあげる。ありえない、あの悪夢のような図書館から抜け出せるなんて。下がりなさい。今もまだ私が負けると思ってるのかしら。あなたは私のことを見下し、弱く小さいと思い込んだ。確かにそのような日々を過ごしていたこともある。だって私は現実を直視できない。毎日夢ばかり見ている臆病な人間だったから。けど今わかった。この元凶を目にした瞬間、あらゆるものを理解したわ。そこにある息を呑むような現像を見たかしら。壮大で美しい、それこそが私の想像力であり力の根源でもある。あなたは傲慢に見えるわ。だって暗いものはいつだってそうだから。でもそれは間違っていた。あなたは完全な公女じゃない。私の影に潜む独りよがりの塵のような存在。あなたこそ負け犬で足を引っ張っている張本人よ。軟弱ゆえにトゲだらけで、臆病ゆえに自暴自棄でごまかそうとしている。そんなあなたこそ私より弱い。さあ返してちょうだい。何を？私のものをよ。夕夜浄土、王城、民、それと私の最も大切な仲間、オズボ。ああ、お嬢様がこれほど流暢に立派なお言葉を話されるとは。真の皇女へと成長されたのですね。よくもそんなことが言えるわね、この裏切り者。いえ、お嬢様、私がもう一人のお嬢様についたのは、皆様にあることを証明するためです。ご存知の通り、私オズは断罪の皇女フィッシュルに付き従います。お二人ともフィッシュル様なのであれば、どちらに付こうと問題はないはずです。しかし、私がもう一人のお嬢様についても、お嬢様は自身の身分を見失いませんでした。なるほど、賢い立ち回りでござるな。私の身分？フィッシュルというのは何を意味していると思いますか？ん？これはお嬢様への質問です。フィッシュルは人生の落伍者であり、恐れを抱く臆病者よ。空想の先にある嘘にまみれた不完全な自分に向き合えない人。いいえ、違います。
フィッシュルは私？おお、理解がお早いですね。え、それだけ？その方が正しいのです、お嬢様。フィッシュルは断罪の公女ですが、いつもそうであるとは限りません。時に勇敢で誇り高く、時に臆病で弱いところもあります。フィッシュルはまさにあなた自身です。高貴でありながら平凡であり、腕利きの冒険者なのに友達はあまりいない、不思議な王国の公女殿下。フィッシュルとは臆病であって強き者、他人の戯言を恐れながらも他人に畏敬されることを強く望んでいるお方。そして何より、フィッシュルは常に心の中で自制をし、何度も自分に負けてきました。ですがその度に立ち上がり、自らの歩みを止めてこなかった人です。フィッシュルの名にふさわしい人物はお嬢様を除いて他にいません。この名は複雑でありながら単純な記号であり、夢と自由の素晴らしさを指しています。追従する者がいようといまいと、エミちゃんこそがフィッシュルなのです。フィッシュル、すなわち無意識に資源を心の中に書く賢き者。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬように。雄野浄土を作って私たちに居場所を与えてくれたこと、また潜在意識に従って聖国の栄章を書き残し、いずれ光が訪れることを信じさせてくれたこと、感謝いたします。さあ殿下、暗闇を受け入れ元の姿に戻りましょう。元の場所、つまりフィッシュルの心に戻ったみたいですね。来たか、皆の者。おお、この感じ。ああ、我が神家たちよ、聞こえたかしら、私の呼びかけが。うむ、聞こえたでござるよ。全く、元気になった途端すぐ騒がしくなるんですから。オズの言う通り、今日は私が真の心を取り戻し、雄野浄土へと再び君臨する偉大なる時。今をもって宣告する、雄野浄土へようこそ。めでたしめでたし。ある嵐の夜、少女は図書館の中で進むべき未来の道を見つけた。少女は自身に言う。自らの夢の国を作ろう。石を拾って城と町を作る。山と海を開くのだ。そして同じ夢を持つ全ての魂にこう伝えた。全ての非現実的なものに誇りを持て。我らはこの世界よりも上にある。なぜなら完璧に輝く我らの国は小さくも近畿の楽土である。今日は本当に素敵な日だわ。自分を取り戻すことができ、真の公女になれた。それに雄野浄土が本当に現れるなんてね。とはいえ、心の中に潜む
ネガティブな感情が消えないことは理解してる。大丈夫。この弱さを抱えながらでも戦っていける。だって私はもう気づいたから。手にしたものがこれほど特別で素晴らしいものだってこと。フィッシュル、外の劇場が完成したみたいだぜ。見に行かないか。パイモン殿、どうかお言葉にご注意ください。おお、分かった。皇女殿下、よかったら見に行ってみないか。うん、進化の身でありながら栄光ある偉大なこの皇女のこと、嘲笑ったのかしら。ええ、今日は雄也浄土にとって記念となる日。思う存分楽しみましょう。ふん、お嬢様がおっしゃりたかったのは、皆々が持てる限りの熱意を捧げ、夜の聖地がこの世に降臨することを祝奏。いいから、フィッシュル語に逆翻訳しないでくれ。このような国でしたら演劇もきっと面白いでしょうね。私が気になる謎ももうすぐ解けそうです。そうだ、オイラたちまだやり残したことがあったよな。じゃあ皇女殿下に、オズ、また後でな。承知しました。また後ほど。